よ頑張れ、くれひよこごぼうささがきにしてきんぴらを作るんだ。明日も元気でいこう、そうさ頑張れ、くれひよこお風呂で温まったらちゃんと乾かしてから寝れば元のひよこ。タオルを首にかけ、鏡を覗く、ほっぺが少し桜色濡れひよこ。おやすみなさいとふるさとにお辞儀して、目覚まし時計合わせて目を閉じる。大好きな人を一人ずつ思い浮かべていたら、ちょっぴり涙が出てきた、出てきちゃったよ。今日はお休み、濡れひよこ、明日は天気になれ、楽しい夢を見れるよう神様にお願いして、そうさ頑張れ、濡れひよこ、明日は新しいゲームの発売日じゃないか、ちょっとワクワクしてきたぞ。大変なのは僕だけじゃない、わかっているけど、人の気持ちを覗きたい、そんなことを考えて、比べても仕方ないと一回起き上がると、窓の外を眺めて手のひらをちょっとグーにして、だけど頑張れ、ごぼうをささがきにしてきんぴらを作るんだ。明日も元気でいこう、そうさ頑張れ、濡れひよこお風呂で温まった。